ジョージ・スーール・バウトウェルは、アメリカ合衆国の政治家、ユリッシーズ・グラント大統領の下で、財務長官を務めた。また、マサチューセッツ州知事、アメリカ合衆国上院議員、アメリカ合衆国会議員、そして、初代国税庁長官を務めた。1818 18年、マサチューセッツ州、ブルックラインで生まれた。バウトウェルは、同州、グロトンで、教師、小売店主、 郵便局員を務めた後、法学の勉強を始めた。バウトウェルは1842年に民主党からマサチューセッツ州会員の議席を獲得し、1844年まで議員を務めた。また1847年にも会議員に選出され、1850年までその職を務めた。この間、バウトウェルは、 アメリカが衆国会議,議員選挙とマサチューセッツ州知事選挙に立候補したが、いずれも敗北した。また1849年から1851年まではマサチューセッツ州法銀行の理事を務めた。1850年、バウトウェルは再びマサチューセッツ州知事選挙に立候補し、当選を果たした。翌1851年に知事に着任したバウトウェルは、 2期連続で1853年まで州知事を務めた。またバウトウェルは民主党から3期目の立候補を要請されたが、バウトウェルはこれを断った。その後、バウトウェルは奴隷制度に対する考え方の違いから民主党を離党し、1855年の共和党設立を支援した。その後、バウトウェルはマサチューセッツ州教育委員会の代表を 1861年まで6年に渡って務めた。1861年2月、南部諸州が合衆国から離脱すると、バウトウェルはマサチューセッツ州の代表団の一人として南北平和会議に参加した。しかしながら、南北間の対話は成立せず、同年4月に南北戦争が開戦すると、バウトウェルは合衆国側への指示に回った。 バウトウェルは1862年に陸軍省の軍法委員会で委員を務めた後、1863年まで初代国税庁長,長官を務めた。そして1863年、バウトウェルはマサチューセッツ州からアメリカ合衆国会議員に選出された。バウトウェルは1870年まで4期8年にわたって会議員を務め、1868年には、 会員司法委員会において、アンドリュー・ジョンソン大統領の弾劾決議に参加した。1869年3月、バウトウェルは、ユリシーズ・グラント大統領から財務長官に任命された。バウトウェルは、財務省に造幣局を編入するなどの再編を行い、関税局の会計見直しや、国債の削減にも着手した。ジョージ・バートウェルの肖像がまたバウトウェルは、 交際法を成立させ、政府交際を可能な限り速やかに、金ドルで召喚することを約束した。当時、緑セ紙兵と聖火との間には130ものプレミアムがついており、この差が陶器を呼ぶことにつながった。1869年9月23日、暗黒の金曜日と呼ばれる金融強行が発生すると、バウトウェルは、 投機化による金の買い占めを防ぐための対策を行い、合衆国経済の立て直しを図った。そして1873年3月、グラントが2期目の大統領就任を果たすと、バウトウェルは財務長官を辞職した。バウトウェルは財務長官を退任後、アメリカ合衆国上院議員に当選を果たした。1873年から1876年まで二期四年に、 渡って上院議員を務めた後、ラザフォードヘイズ大統領の依頼により1878年に議会法の明文化に着手し、ユナイテッド・ステイツ・リバイズド・スタッチッツ第2版を作成した。1880年には、米仏間の生産委員会において合衆国側の弁護団に参加し、ヘイズ大統領を支援した。1884年、 チャールズ・フォルジャー財務長官が在任中に死去したため、チェスター・アーサー大統領は、バウトウェルに財務長官就任の依頼を行った。だが、バウトウェルは、この依頼を断り、弁護士業を続けることを選択した。バウトウェルはもっぱら国際法にのみ関与し、チリ、ハイチ、ハワイなどの政府で、コモン弁護士を務めた。また、判定国主義連盟を設立し、 1898年から1905年まで初代議長を務めた。1905年、バウトウェルはマサチューセッツ州グロトンで死去した。バウトウェルの遺体は同市内のグロトン墓地に埋葬された。その後、バウトウェルの自宅はグロトン歴史協会の本部として使用された。ありがとうございます。